はい、皆さんこんにちはスクエーエニックスロッパーのビクター・チュアと申しますこ本日のスピーチのタイトルは若い人材に投資することは将来に投資することです本日は英国及び日本の採用方法の違いとお互いに学べるところについて発表させていただきたいと思いますこの半年にわたってイギリスで就職活動をしている友人がフルタウンの仕事をなかなか見つけることができず でその友人を支援するために私は何かができるかといろいろ考えてきましたそのことをきっかけにこのスピーチのテーマにしましたこのスピーチを通してポテンシャルのある人材を採用することがいかに重要で不景気の現状でも新卒をし採用しつけることにどれだけ意義があるかというメッセージをはっきり伝えたいと思います 才能のある人物を新卒で採用することは企業にとって価値の高い投資となる可能性があります。というのも新卒の人材というのはその企業の文化や戦略を吸収しやすい状態であるといえもともとのポテンシルに加えその,企業のその企業の個性を吸収すれば即戦力という点では経験者にとるとしても 初期的にはよりその企業に貢献できる人材になると考えられるからです。しかしながら、不景気という現状から才能のある新卒者の採用を見送る企業が多く、お多く、多く、<laughs> 英国においても、日本においても問題であります。では、問題の原因は何でしょうかそれは企業の採用に対するメンタリティですが、英国企業と日本企業が 非常に異なっていてもお互いに長所と短所があります。主な違いの一つは採用期間における違いです。具体的に言うと採用の開始時期と採用期間の長さまた採用時期の柔軟さの違いです。日本の場合は固定化された就職活動システムにおいて 学生が卒業する1年以上前に採用活動、就職活動が開始します。固定化されているため、企業は一度に大量の学生の採用活動を行わなければならず、選考にも時間がかかるため、内定までに非常に時間がかかります。面接回数が10回にも及ぶ企業もあるそうです。学生側ももちろん、同時期に何社も応募するため、 1>, 1週間のすべてが就職活動のスケジュールで埋まってしまうようなこともあり、本業である学業に専念できないという本末転倒な状況が起きてしまうこともあります。対照的に、英国の企業は新卒採用を始まるのが日本に、日本に比較すると、ずいぶん遅く新卒 <coughs>、卒業の直前か卒業のに、卒業後に採用活動が始めます。 大学卒業生のための訓練制度のある大手企業は他の,他の企業より早く募集スタートしますがそれでも日本の企業に比べてまだ遅いですしかしながら採用活動の開始時期が遅くても採用活動にかける時間が短く面接が1つか2つしかありません採用企業にとっても学生にとっても負担が少ないことでメリットがあると考えます 採用,活動の採用活動の期間が柔軟でないということは才能なら新卒者を雇う機会を逃してしまっていると言えます例えば英国に留学した大学,卒大学院生が9月が卒業が一般的であるため日本に戻り就職活動を始めると就職活動の標準的なスケジュールから脱線しますその結果として、 次の採用活動が始まるまで無職となり時間とともに難しくなります。もちろん海外の大学卒向けの採用窓口を開いている大手企業がありますがこのような窓口のない企業は国際的な視点の持った人材を逃してしまっているといえます。これらの理由から企業側学生側は双方にデメルトの多い固定化された採用活動はやめ 通年採用をすすべきだと主張します二つ目の大きな違いは各国における新卒採用と中等採用に対するウェイトの違いです採用期間の柔軟さは英国企業の長所ですが英国では極端に新卒採用が消しされる傾向がありますハイエデュケーション開営サービスユニットの調査によりますと 2011年大学卒業者の中で62%は社会人9%は無職14%はまた勉強を続けるそしてその残りは他のトレーニングと活動をしているとなりますただし仕事を見つけた6割の中で15%がサービス職などの大学に全く関わらない仕事を見つけていますつまり53%の新卒しか大学の専門に る仕事を見つけこれは不景気でしょうがないと言える一方日本における新卒者の就職内定率は76%となり英国とは23%の差があります原因の1つは英国企業は採用のビジョンが定期的すぎるからです基本的に 社員が同じ企業で十数年で働くことは働くことというのは想定しておらず何回も転職しキャ,キャリアを積むということが普通だと思われています結果としてトレーニングが必要な新卒より経験者の方が高く評価される傾向があります新鮮なアイデアがなければ成長が停滞しますので 新しい考え方を受け入れることが重要です。基本的に若い,若い世代は最近のトレンドに敏感で、世代が上の人たちとは違った行動に興味,が興味を持つ傾向があり、その感性はビジネスにも応用できると思います。例えば、ビジネスにおける Facebook や Twitter などのソーシャルネットワークサービスの利用です。ファナリティクスの調査によりますと、 Facebook の英国ユーザー年齢数をオープン析すると、18歳から24歳までは25%、25歳から34歳は25%、そして35歳から44歳は17%となります。つまりユーザーベースの半分は18歳から35歳ということです。35歳以上の人に比べて、20代の人はソーシャルネットワークサービスに馴染みがあり、 それを商業目的に利用する方法があると思います。新しい企業戦略の検討において、新卒が提供する提案が非常に貴重な貢献になります。同じ企業戦略に頼るばっかりすると現在の、現在の顧客は手放しませんが、新世代の顧客を引きつけることには保障がありません。そのため、 将来の顧客の心をつかめるように企業,の新企業のシェアを広げ将来の道を行く新世代のアイデアを活用することが重要です。このように企業の進歩のため新卒を無視するわけにはいけません。英国および日本はお互いに学ぶところが多く採用活動、就職活動においてもお互いの 長所を取り入れ、より良い,い作用方法を発展させることができるでしょう。採用活動の期間を柔軟にし、新卒のポテンシャルの必要性を理解し、若い世代の社員を育てることで、全事業員の強めることができます。若い世代の社員の成長を通して、企業が進歩を始め、業界の進化に適応し、新しい顧客に対応することができます。 もちろん企業の希望によっては、毎年大量採用ができない企業もあるでしょう。しかしながら、どんな企業でも覚えておいていただきたい一つの大切なことがあります。若い人材に投資することは将来に投資することです。ご清聴ありがとうございました。